インビ線。インビ線は、鳥取県鳥取市の鳥取駅から、岡山県津山市の東津山駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、地方交通線である。起点の鳥取駅で、山陰本線に、終点の東津山駅で、姫新線に接続している。かつては、全線が津山線と共に岡山と鳥取を結ぶ。 音量連絡路線の役割を果たしていた。しかし地図急行の開業後、鳥取と岡山を結ぶ列車が地図急行地図線を経由するようになったことで、音量連絡の役割は地図線経由の列車が走る地図駅北のみとなり、地図駅以南とで役割をことにするようになった。1997年に急行、砂丘が廃止された後、 地図駅以南では落石防止のため時速2 5トルの速度制限が多くの箇所で設けられている。また、雨天時などは時速1 5トル以下の助行運転となる。鳥取駅地図駅間は、米子支社の鳥取鉄道部が、長谷駅東津山駅間は、同岡山支社が管轄しており、地図駅の上り場内信号機から、長谷方の中村第一踏切、 地図急行地図線との共用踏切時と、その先の中村第二踏切の間に、死者協会が存在する。地図線との並走区間を、米子死者管内に含めた関係で、死者協会は閉塞区間の途中にあるが、運転系統や運転指令所の面では、地図駅を境会駅とくらい置けている。なお、 管轄が分けられた1991年以前は東津山駅構内を除く全線が国鉄時代は米子鉄道管理局 JR 発足後は米子支社の管内だった2016年の路線記号、ラインカラー制定にあたっては岡山福山エリアとしてのものは付与されず逆に山陰エリアの扱いとして地図杉をイメージした茶色のラインカラーと B の路線記号が岡山市社管内を含めた全線に付与されることになった。ただし、岡山、福山エリアとしてのラインカラーではないことから、2016年改正時点の岡山市社管内各駅では、駅形順賃表での使用にとどまっている。なお、2015年度以前は、岡山市社管内での見合い色をラインカラーとして使用していた。 全線を通して運転される列車はない。正式には、東津山駅が終点であるが、地図駅、三正鴨も駅東津山駅間に運転されている、すべての列車が津山駅まで乗り入れる。印ン線内では、特急列車を除き、鳥取駅津山駅の方向が下り、逆が上りである。山陰本線、地図急行線直通列車は普通列車のみ、米子駅鳥取駅間、 地図駅上郷駅間で上下が逆転する。特急列車は鳥取駅に向かう列車が下り、逆が上りである。1997年11月29日に急行、砂丘が廃止された後、鳥取駅津山駅間を直通する交通機関はなくなっていたが、2004年12月10日に従来運行されていた鳥取岡山間の高速バスが津山、 中国道津山バス停に停車するようになったため、直通の交通機関が復活。しかし2014年9月30日限りで廃止され、以後は直通の交通機関はなくなっている。また、特に高野津山間では、並行する路線バスの方が本数が多いため、利用者はそちらへ流れてしまう傾向がある。鳥取駅地図駅間では、地図急行線を経由する倉吉駅、 鳥取駅京都駅間の特急、スーパーハクトと鳥取駅岡山駅間の特急、スーパー稲葉が運転されており、鳥取駅津の井駅間で時速 110km、津の井駅地図駅間で時速 95km 運転を行っている。かつては時速 85km で運転され、鳥取地図間では最新の高性能車、スーパーハクトも旧型車両の急行。 砂丘同じ所要時間であったが、地元負担による線路改良が行われ、所要時間の短縮が実現した。普通列車については、おおむね鳥取駅地図駅間と地図駅、津山駅間の2つの運転系統に分かれている。この区間は、おおむね1から2時間に1本程度が運行されている。基本的に鳥取駅地図駅間の運行であるが、なぎはつ鳥取駅、 文家発鳥取駅や山陰本線の米ー駅、地図急行線の大原駅発着列車と、上郡発の列車も設定されている。工芸駅から、若狭鉄道若狭線に直通して、鳥取駅若狭駅間を運行する列車があるので、鳥取駅工芸駅間では降り20本、上り19本の普通列車が設定されている。鳥取駅津の駅間で、時速十五キロメートル、 キハ121.126系軌道車は、時速 100km、地図急行ホット3500系軌道車は、時速 110km、ル、のい駅地図駅間で、時速 95km 運転を行っている。第3セクター鉄道の若狭鉄道、地図急行各路線への直通列車の乗務員は、前車は工芸駅、後車は地図駅で交代する。ただし、 2010年3月12日まで、若狭鉄道直通列車については乗務員交代を行わ、全区間で車両所属会社の乗務員が担当していた。朝5時台の鳥取発地図行きの始発列車は、地図駅で折り返し6時台の米子行きの始発列車になっており、この列車に、限り期波121.126系機動車で運転されている。 2010年3月13日の改正から土曜、休日は山陰本線内を快速、鳥取、ライナーとして運行されていたが2011年3月12日の改正で地図から名後まで土曜、休日も普通として運転されるようにな。朝の地図発なぎいきは前日の夜に地図駅で夜間対白した車両同士の連結で運行されている。 2008年3月15日のダイヤ改正では、鳥取駅地図駅間で夜間の一部列車時刻が大幅に変更された。この影響で夕方の時間帯に鳥取発の普通列車が2時間ほど間隔が開くようになり、地元特に高校生が猛反発し、2009年3月14日のダイヤ改正改正で夜間に普通列車が1本増発された。この区間は？ 地図駅津山駅間の列車が1日7往復、1から3時間に1本運転され、加えて、三ま坂鴨駅津山駅間の折り返し列車があるが、5時間近く、運行のない時間帯がある。朝に、地図発なぎ駅と、その折り返しで、なぎ発鳥取駅の列車が設定されている。以前は昼過ぎにもなぎ駅折り返しが設定されていた。朝の地図発なぎ駅と、 その折り返しの奈義発鳥取駅を除き、全列車がキハ120系機動車で運転されている。2005年3月1日に、地図駅、みまさかかも駅津山駅間の列車のうち、なぎ駅、みまさかかも駅津山駅間が、実質的に改送となる朝の上り列車と夕方以降の下り列車が、快速列車に変更された。線内で使われる車両の方向幕に、 快速を含むパターンが少ないこともあり、快速列車は方向幕に行き先のみを掲出、前面窓に、快速、白地に、赤文字と記載された行き先表を挿入した上で、運転されている。2010年3月13日のダイヤ改正で、朝のみまさか鴨駅発着の列車が、休日運休に変更された。2007年から毎年春と秋に、臨時列車、みまさか、 スローライフ列車が、地図駅津山駅間、2011年春は、延期、2007年の秋のみ、奈義駅津山駅間で運転されている。車両は、2010年秋まで、岡山起動車区に所属する、国鉄色のキハ28.58型が使用され、2007年春は、JR 四国のキハ58.65、2011年秋から、 同区所属のキハ40.47型で運転されている。この列車は、三間坂ローカル鉄道観光実行委員会の協力で行われており、途中の三間坂滝野駅、三間坂加カ駅、三間坂川井駅で長時間の停車時間を設け、各種イベントが開催されている。すべて機動車で運転されている、便宜上、東津山側の全列車が乗り入れる暇新線。 津山駅までの区間を記載する。鳥取駅、高芸駅、地図駅の3駅、津山駅を含めると4駅は、JR 西日本直営駅。それ以外の各駅は、簡易委託駅、または、無人駅である、簡易委託駅のうち、津野井駅と三まさかかも駅には、ポス端末を設置。昭和40年代、石場次郎鳥取県知事から国鉄に対し、無人化を計画していた駅舎を、 地元商店などに対応し、合わせて乗車券を発売してもらうとの提案があり、これによる簡易委託化はインビセン方式と呼ばれた。船内には JR 西日本関連会社への業務委託駅は存在しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。